12月31日、日曜日埼玉スーパーアリーナで開催された格闘技イベント、ライジン4 5のライジン 120.0kg 契約で。デスダリオ強し、ハイローラーズエンターテイメント、ピュアブレッドから左膝蹴りで極真元世界王者の上田美紀を、ブレイブから TKO 勝ちを収め、試合後インタビューに応じた。フォと、上田が戦慄の一撃で KO する瞬間。 上田は極真会館、松井館長、元世界王者。22年4月に MMA デビュー。今年6月の来陣では関根、シュレック、秀樹に圧巻 KO 勝ち。さらに9月には K1 にも参戦し、ケージから3度のダウンを奪い、KO 勝利。今回、MMA キック2戦目で原重量力士のスダリオと対戦し、右のパンチを被弾してテイクダウンを奪われるも、 左膝蹴りで倒してパウンドを落としたところで TKO 勝利となった。勝利した上田は試合後インタビューで、嬉しいよりもほっとする方が勝っています。ここで勝って世界へ行こうと思っていたんで、勝ててよかったです、と明かした。上田は、1R は力んでいたんで、2R は冷静に戦おうと思っていて無意識に出た技でした、とフィニッシュの膝蹴りを振り返った。スダリオはパンチを決めていたが、 上田はカーフキックをヒット。三日月蹴り、ミドルキックも決めたが、効いた顔をしていなかったんで心配にはなったんですけど、ニ r ールは冷静に戦えてよかったです、と上田。試合後にスダリオは、試合ストップのタイミングや効いた攻撃がなかったとしたが、上田は、スダリオ選手はイメージ通りの強い選手でした。勝負は時のう。次にやったらどうなるかわからない。 ヘビー級を背負ってきた選手なので勝ってよかったです。今回、日本選手権という捉え方をしていて、僕が勝ったんで、来年は海外の選手と戦いたい、と世界へ挑戦することを宣言した。